ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、ついにこのチャンネルも3年目に突入したな。そうね、もう初投稿から丸2年が経ったのね。あっという間だったわ。そうだな、いろいろな人に応援してもらい楽しく投稿していたからな。うん、いつも応援してくれて本当に感謝してるわ。そうだな、本当に感謝してるぜ。ところで今日は記念日だし、霊夢が今まで飲んだことのないような桁違いの神銘柄を飲んでみないか。桁違いの神銘柄？とても気になるけど、ちょっと怖いね。ちょっと怖いのか。まあ、確かに未知のものに恐怖心を抱くことはあるよな。そうよ。それと、それらに慣れてしまわないかも心配。ああ、それは大丈夫だぜ。まあ、慣れてしまえば、冗談抜きに破産するから。破産するようなウイスキーを私に勧めようとしてるの？違う違う。大事にしたい記念日をより印象付けるために勧めるんだぜ。なるほど。そういうことね。それなら、いろいろ飲んでみようかしら。それが良いぜ。それに今回は私がおごるから安心してくれな。おお、それは良いね。そうだよな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それでは、今回はオールドボトルを中心に飲んでいこうぜ。オールドボトルね。私も飲んだこと自体はあるけど、改めて考えると、オールドボトルってどんな魅力があるのかしら？そうだな。結構難しいけど、私が感じる魅力は大きく3つあって、かつての製法や原料で作られたウイスキーを飲めること、閉鎖した蒸留所のウイスキーが飲めること、そして、伝説的なヴィンテージのウイスキーが飲めること、かなぁ、やっぱ。なるほどね。じゃあ、今回はそれらの魅力をじっくり感じられる銘柄揃いということね。そういうことだな。だから期待していてほしいぜ。わかったわ。じゃあ、早速1杯目を飲みたいわ。そうだな。では1杯目。それは、80年代流通のブレアーソウル12年だぜ。おお、ブレアーソウルね。ブレアーソウルは花と動物シリーズで飲んだことがあるよ。カワウソが可愛らしいわよね。そうだな。90年代に QUD 社から花と動物シリーズでリリースされたことで、カワウソをイメージするウイスキーになったぜ。そうね。ブレアーソウルのオフィシャルって花と動物シリーズだけなんだっけ？そうだぜ。ブレアーソウルは多くがベルやジョニーウォーカーといった、ブレンデッド用に使われているからな。なるほどね。じゃあ、花と動物シリーズがリリースされる以前、80年代流通のブレアーソウル12年なんて、とても希少で興味深いじゃない。そうだな。調べたところ、このボトルには60年代から、70年代のブレアーソウルが使われているみたいだからな。うわぁ、それは今のブレアーソウルとどう違うか味わってみたいわね。まあ、そうだな。正直、原料である大麦麦芽の品種や、シェリータルの品質も全然違うから、一概に比較できないけどな。なるほどね。確かにここまで昔になると、作っている人や製法も違うもんね。そういうことだぜ。だから、今のブレアーソウルのイメージを持って飲むんじゃなくて、この時代のハイランドモルトを飲むというイメージで飲んだ方が良いかもな。わかったわ。じゃあ、そんな気持ちで早速飲んでみる。そうだな。まぶたを閉じて、蒸留所の風景を思い描きながら飲んでいこう。ああ、これはしっかりと開いたフローラルな香りが心地よく続くわ。その中には時間の経過を感じるエッセンスもあって、それもまた良いね。味わいは、洋梨のようなフルーティーさやオイリーで蜂蜜のような甘みが強い。飲み進めていくと、爽やかなグラッシーさも感じられ、フィニッシュはゆっくりと長い。全体的に柔らかな優しさに包まれるような気分になったわ。同感だな。このブレアーソウルのフルーティーさやフローラルさが良いと思ったぜ。それに加え、若干のスパイシーさやウッディーさなども程よく感じられてよかったな。そうね。なかなか飲める機会がない年代のウイスキーだけど、今後この年代のブレアーソウルを飲む時の参考にするわ。それが良いな。霊夢もいろいろ飲んでるから、近いブレアーソウルは飲んだことあるしな。確かにね。そうやって一つの銘柄をいろいろな形で飲んでいくと幅が広がって良いわ。そうだな。これからもいろいろ飲んでいこうな。そうね。じゃあ、早速だけど2杯目を飲もうよ。お、ブレアーソウルの余韻に浸らず、2杯目とは。まあ、良いか。じゃあ、2杯目。それは、70年代流通のカージュ8年だぜ。次はカージュね。確かジョニーウォーカーのキーモルトなのよね。あと、オフィシャルのカージュ12年は飲んだことがあるよ。なるほどな。現行のカージュは飲みやすくて華やかな洋銘柄だよな。でも、このカージュ8年はスコッチウイスキー黄金の時代と言われる60年代頃に作られたもので、また違った素晴らしさがあるぜ。まあ、それは飲んでみたら実感すると思うけど。なるほど。それならじっくり飲まなきゃね。そうだな。蒸留所に思いを馳せて、じっくり飲もう。ああ、これ、すっごいわ。8年熟成とは思えない。とっても濃厚だから。多分、シェリータルのクオリティがとても高いのね。正直、グラスに注いだ瞬間から、甘いフレーバーを感じたけど、口に含むと、凝縮された優しい甘みが瞬時に広がり、徐々に力強さが増していく。ドロドロのシロップや濃密なキャラメル、そして砂糖漬けのトロピカルフルーツのような甘み。
いろいろな甘みをじっくりと感じられたね。そうだな。8年熟成とは思えないというのは本当に同感で、長期熟成原酒が結構混ざっていると思ったぜ。味わいも、全体的に多彩な甘みを感じられたな。だから、甘みの強いモルト好きにはたまらないオールドボトルだと思ったな。あと、単調な甘みだけじゃなく、モルティーさや、スパイシーさもある程度あって、飽きずにじっくり楽しめるのも良いと思ったぜ。そうね。シンプルに言うと、とても凝縮された素晴らしい甘みが特徴の一杯。って感じだけど、それだけでは間違いなくないね。そういうことだな。もしこの銘柄が気に入ったら、70年代の12年ものとかも試してみると良いな。なるほど。8年でこれなら12年だとどうなるかとても気になるね。そうだな。意外と想像通りにはいかないかもな。おお、気になること言うじゃない。今度機会があれば飲んでみるね。それが良いな。じゃあ、続いて3杯目に行こうか。そうね。ここまで、ハイランド、スペイサイドと来たから、次はアイラモルトが良いね。お、それなら、ボウ、アードベックが良いな。3杯目はアードベックね。そうだな。3杯目は80年代流通のアードベック10年だぜ。おお、アードベックは世界中に熱狂的ファンがいる偉大なる蒸留所よね。でも、80年代前半から90年代後半にかけて、閉鎖と操業を繰り返す不安定な状況だったのよね。そうだな。当時は未曽有のウイスキー不況だったからな。その中でもアードベックは厳しい状況にあったぜ。設備が老朽化していたからな。まあ、このアードベックはそれより以前の70年代に蒸留されていて、フロアモルティングを行っていた時代のものと言われているな。なるほどね。じゃあ、いわゆるかつてのアードベックの味わいというのを感じられそうね。そういうことだな。だから、ゆっくりと飲んでほしいぜ。了解よ。それじゃあ飲んでいくわ。おお、そうなんだ。なるほど。今のアードベックのわかりやすく力強いスモーキーさとは違い、ふんわりとしたスモーキーさが心地よいわ。どちらが優れているとかはないんだけど、これの延長線上に今のスモーキーさはないね。このスモーキーフレーバーはナチュラルで優しい。それは、モルトの心地よい甘みや、バナナやオレンジのようにフルーティーなフレーバーを包み込んでいるよう。飲み進めていくと実感するのは、その繊細さと重厚感。そして、スモーキーさが優しいだけじゃなく、本当に深く長いこと。全体を通して、かつてのアイラモルトの素晴らしさを実感できたね。そうだよな。余韻もとても長く、フロアモルティング時代の良さも感じられた気がするぜ。そうよね。アードベックをもっと楽しむ上で、この時代のアードベックを楽しめたのは良い経験になった。そうだな。一回飲むだけで価値観が変わることってあるからな。そういう意味では、アイラモルトに対する価値観を変えうる一本だと思うぜ。この銘柄は。なるほど。気軽におすすめできるものではないけれど、機会があれば飲みたいね。そうかもな。まあ、他にもいろいろなアードベックがあるから、それからでも良いけどな。そうね。私もまだ飲んだことがないアードベックがたくさんあるから、いろいろ教えてね。了解だぜ。ところで、霊夢、今の満足度は何パーセントくらいだ？そうね。もう 100% 満足してるけど。そうか。それじゃあ、次の銘柄で 200% 満足することになるぜ。え、そんな銘柄、あるのかしら？あるんだなこれが。ここまで、ハイランド、スペイサイド、アイラと来たから、次はローランド。その中でも絶大な人気を誇る蒸留所の伝説的な銘柄を飲んでもらうぜ。なるほど。多分ローズバンクなんだろうけど、どんな銘柄なんだろう。そうだな。4杯目の銘柄は、80年代流通、ゼニスインポートのローズバンク20年だぜ。閉鎖蒸留所のローズバンクね。このボトル、どこかで見たことあるような。いろいろなバーでカウンターのボトルを観察しているなら、見たことはあるかもな。そうなんだろうね。ところで私、ローズバンクは花と動物シリーズの12年だけ飲んだことがあるんだけど、ローズバンクはどんな特徴があるんだっけ？そうだな。ローズバンクはローランドの伝統である、3階蒸留によって作られるエレガントで、フローラルな銘柄だぜ。ちなみに、ローズバンクという名前は、蒸留所があった地域の運河にバラが咲き誇っていたことに由来していて、この運河は最初期のローズバンクにとってとても良い条件になったぜ。しかし、輸送が運河から道路の時代に変わってからというもの、蒸留所の敷地を分断する道路により、運営に支障をきたすほどになったんだ。そんな事情にウイスキー不況も重なり、ローズバンク蒸留所は1993年に閉鎖されたぜ。なるほどね。当時のファンからしたら悔やんでも悔やみきれないね。まあな。だからこそ伝説的な存在になったのかもしれないけど。そういうことね。じゃあ、そんな伝説的なローズバンク20年を飲んでいこうじゃないの。そうだな。本当にじっくり飲んでいこう。了解よ。ごく、なあ、るほど。これは、うまいねー。まず、香りが、すごいねー。本当に香水のような、妖艶なフローラルさ、そして、オールド感を伴うグラッシーさ。この時点で優勝、いや、5本目も優勝候補。そして、味わい。それは分厚く、複合的。
モルトの控えめで美しい甘みや、しっかりとしたスパイシーさ、それにレモンのような爽やかな酸味。飲み進めていくと繊細で花のようなフローラルさをやはり感じる。フィニッシュにかけて素晴らしいモルティーさや深いウッディーさに加え、ほのかなスモーキーさも感じられた。だから余韻は本当に力強く素晴らしい。香りと味わいにちょっとだけギャップがある気がして、それも楽しい。確かにな。私もローズバンクをそんなに多くは知らないけど、これがローズバンクらしさのスタンダードという意見の意味がわかった気がする。本当に妖艶な植物感と繊細な厚み。本当に素晴らしいモルトの味わいをこの1杯から感じられたからな。そういうことね。ローズバンクにハマると破産しちゃいそうだけど、3周年記念ではまたローズバンクを飲みたいね。そうだな。いろいろあるけど、同じくゼニスインポートのローズバンク15年が良いかもな。カスクストレングスのロットで。そこはマリサに任せるわ。あ、私持ち前提発言じゃないか。もちろん、私も払うわよ。だから、いろいろ教えてね。わかったぜ。ここまで、満足度は何パーセントくらいだ？もう 300% 満足しているわ。そうか。それなら、次の銘柄で満足度 1000% 達成かもな。いやいや、それはないでしょ。そうかな？だって、最後の5杯目は、1964年上流のスプリングバンク35年だぜ。うわぁ、マリサ、財布大丈夫？大丈夫じゃないぜ。でも、本当に素晴らしいキャンベルタウンモルトであるスプリングバンクの60年代上流モルト、2周年記念の締めにはぴったりじゃないか？確かに。マリサの財布が大丈夫なら飲もう。いや、大丈夫ではないって。そっか。じゃあ、やめとく？いや、飲もう。そうこなくっちゃ。あと、せっかく良いウイスキーを飲むんだから、スプリングバンクについて軽く教えて。そうだな。スプリングバンクはモルトの香水とも称されるスコットランドのキャンベルタウンを代表する銘柄で、伝統的なフロアモルティングを 100% 行っていることや、2.5 回蒸留という独特のシステムで蒸留していることも面白いな。また、スプリングバンクの塩っぽくオイリーな味わいは多くのモルトファンを魅了し、ほとんど全てのウイスキー愛好家が選ぶ上位10のモルトの中の一つとも言われているんだ。そうよね。スプリングバンクが好きな人は結構多いよね。そうだな。それこそ、悟りも愛飲しているらしいし。へぇ。でも、悟りも64年のスプリングバンクは飲んだことないかもね。そうかもな。今度感想を言ってみたらどうだ？そうね。なんで連れて行かなかったのって怒りそう。確かに。それなら、素敵な思い出として秘密にするのもありかもな。素敵すぎて、秘密にできないかもしれないけど。なるほどね。言いたくなったら言うわ。それが良いぜ。じゃあ、飲んでいこう。ああ、すご。ああ、クアウセデルフトジーフジコルピー。はあ、はあ。このウイスキーは本当に素晴らしいと思った。だから、本当に素晴らしいと思った。うわぁ、霊夢のキャパシティ超えちゃったよ。希少な銘柄なんだから、ふざけないで、しっかり飲みなよな。ごく。わぁ、クアウセデルフトジーフジコルピー。さよなら、ご威力。マリサもふざけてるじゃない。でも、おかげで少し落ち着きを取り戻したわ。このスプリングバンク、プルーンのような果実味あふれる香りを最初に感じたね。それは、本当に素晴らしいもので、永遠に堪能していたいほど。そんな永遠の誘惑を押し切って、口に含んだ瞬間、これが本当に素晴らしいウイスキーであることを確信したわ。もちろんその瞬間だけでは素晴らしさのほんの少しの部分しか感じられなくて、ゆっくりと口の中で転がしていくことで、たくさんのフレーバーを感じたわ。なんだろう。本当にフルーティーで、濃厚で、ほのかにスパイシーで、かすかにソルティー？いろいろなものがそこにはあって、それは温かくまとまっている。余韻も本当に深くて長い。いつまでも感じたいと願えば、いつまでも口の中に残り続けるくらいに。本当にそうだな。私はもう陶酔しきっていて、美味しい以外に言えることがないんだけど。言うとするならば、異次元の美味しさ。って感じかな。そうよね。多分、私はこのウイスキーの美味しさを、まだまだ感じきれていないと思うけど、2年間マリサといろいろなウイスキーを楽しんだおかげで少しはわかるようになったと思う。そうだな。私もまだまだ知らないことだらけだけど、世界にはたくさんの素晴らしいウイスキーがあることを知ったぜ。マリサもそうなんだ。じゃあ、これから3年目、もっといろいろなウイスキーを一緒に飲んでいこうね。了解だぜ。今は、古いボトルだけじゃなく、新しいボトルもたくさん出ているから、幅広くいろいろ楽しんでいこうな。そうだね。マリサにもとても感謝してる。でも、このチャンネルを楽しく続けられているのは視聴者のみんなのおかげよ。今まで本当にありがとうね。そうだな。これからも、応援してくれると嬉しいぜ。そうね。だから、今回紹介したボトルの感想だったり、このチャンネルへのご意見や紹介してほしいボトルがあったらコメントしてほしいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。